冷却ジェルシートは蒸発熱の作用を応用して発熱時などに冷感を得たり体温を下げることを目的としたシップ状の商品。自販機での販売例不織布と高分子ゲルのジェルと貼り合わせた作りになっており、ジェルに含まれた水分が蒸発する際に蒸発熱により体表面温を下げる。冷感を得る目的で機体に用いられることが多いが深部体温を下げる目的で 動脈やリンパ管が比較的皮膚の表面近くを通る脇や首筋に貼ることもある。商品のタイプによって差はあるが、8時間程度冷却効果が持続する商品がある。あらかじめ冷やしておく必要はないが、冷蔵しておくことにより冷却効果は増す。1993年4月にダイヤ製薬より世界初の調布型冷却シートとしてアイスタッチ。 ウォーターシートの商品名で地方銀行のノベルティ商品として市場にデビューした。同年5月、中村ブスさんより、すっとひんやりシップの名前で最初に一般消費者向けとして発売された。1994年10月には小林製薬が熱さはシートを発売。後にライオンのヒエピタ、久光製薬のデコデコクールなどが発売されている。 これらは爆発的な人気を博し、現在では日本国内のみならず海外においても広く知られる商品となった。当初は子供用の商品が中心だったが、大人用や乳幼児用、脇や体に貼るタイプの商品も販売されるようになった。ありがとうございます。